皆さんこんにちは、レック専任講師の伊藤です。それでは CFP のガイダンス、注目の資格はこれ、 FP 資格の最高峰 CFP を目指そうというタイトルで、お話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。資料もですねありますので、資料を手元に準備できる方は資料の方も準備していただいて、そして画面の方でも資料の方を映しながら進めていきますので、画面の方でも確認をしていただけると思います。2021年今年の11月の CFP の試験、これを目指してですね、これから勉強を始めていこうという方、あるいはもうすでに勉強が進んでいる、試験が近づいてきているという方もいらっしゃると思いますが、この CFP の試験に関する内容をですね、ガイダンスということでお話をしていきたいと思います。今このガイダンスをですね、見ていただいている方が、例えば PC を使ってウェブで見ていただいている方もいらっしゃると思いますし、あるいはレックの各本校の中でCFP のガイダンスに来校していただいて、そして教室の中で見ていただいているという方もいると思います。そのこのガイダンスを見ていただいている時期がですね、11月の試験に向けてあとどれぐらいの時間があるかによってもですね、考え方が少しずつ違ってくると思うんですね。まだガイダンスこの段階から試験まで約3ヶ月4ヶ月あるという方は、まだ十分な時間をとってこれから勉強を始めていこうという方もいらっしゃると思います。一方でもうすでに出願が終わってもう試験も近づいてきているという方にとっては、勉強をどうやって追い込んでいけばいいか、得点をどうやって取ればいいかということにも少し情報が欲しいという時期になっているかもしれません。そういうことでですね、このそれぞれ今このガイダンスを聞いてくださっている方々の時間によっても少しずつ違いがありますから、そんなことも踏まえながらですね、この時間のガイダンスの内容を使っていきたいと思います。まずCFP の試験を受験をしようか、あるいはもう受験はしないでおこうかと仮に考えている方がいらっしゃるとしたらばですね、今まで受験をし合格をしてきた2級の FP の試験というのがあったと思います。そこまでがある意味 FP としての基礎であったと、このように考えていきましょう。もちろん基礎をですねしっかり知っておくということは非常に重要なことなんですが、実は FP の資格制度には2級それを上回る形で、ここのタイトルにも最高峰の資格となっているんですが、 CFP という資格があります。もちろん2級さらに1級という資格もありますね。この1級と CFP の違いということもこの後少し触れたいと思うんですが、やはり資格制度がさらに上があるということになれば、その最高峰である資格をぜひ目指していただきたいんですね。そして CFP をじゃあ合格を目指そうという方にとっては、2級の合格からできるだけ時間を空けないで受験をするということが必要になってくると思います。かつて2級に合格して、そしてここからまた時間が取れたので CFP の勉強を始めようという方にとって、やっぱり忘れてしまっていることがあるかもしれないですね。仮にそういうことになってしまえば、その忘れてしまっていること、そこがつまり基礎になるわけですから、これはもう一度覚えて思い出して、そして確認をしてCFP の学習に進むということが必要になると思います。ですから2級の合格がまだ直前であって、まだ覚えたことが十分身についているという方、これが一番 CFP の合格に対しての早道ということになりますね。受験をしようかどうしようか悩んでいる方は、まずその上級資格ぜひ受験をして、そして資格を取得していきましょう。そのためには2級までの勉強から時間を空けずに臨んでいくということが必要になると思います。この今2級そして CFP という名称での資格制度の話をしたんですが、その資格制度についてもう少し資料を使って詳しく見ていきたいと思います。資料の1ページ目のところですけれども、一覧表になって FP の資格の全体像、これが見えるようになっていますね。一番左側のところに CFP、 そしてその隣に AFP というふうになっています。CFP を受験するためには受験要件として AFP の認定者であることが必要になるんですね。ですから CFP は全ての人が受験できるわけではありませんので、まず AFP の認定者であるということ、これが条件だということになってきます。ではその AFP の認定者になるためにはということになると、今度は AFP という欄のところに書いてありますが、認定研修の終了ですね。つまり CFP の試験を受験しようかどうしようかと考えてらっしゃる方がいて、そしてまだこの認定研修の終了が仮に終わっていないということになれば、早速ここに取り掛かっていただきたいと思います。
認定研修の終了することによって AFP 認定者になりますので、そして初めて CFP の受験資格を得るということになるんですね。この認定研修の終了ということは、試験制度で考えると2級 FP の試験に合格をするということも合わせて必要になってきます。この2級そして1級あるいは3級というところは、この表の中にもあるように国家資格にあたるところですね。この国家資格については、3級については特に受験要件はありませんが、2級を受験するためにはその受験要件の一つとして認定研修の終了ということが必要になっているんです。ですから認定研修の終了をして2級の合格をした方は、もうすでに AFP の認定者になられていると思いますね。この方は CFP の受験要件、これを満たしているということになるんです。そして少し事務的な時間的なお話をしておきますと、この AFP の認定者にまだなっていないという方、11月の CFP の試験を受けるためには9月の21日までに日本 FP 協会に対して AFP の認定を済ませておかないといけないということになっているんです。これはオンラインによる申請の期限ということになるんですが、9月の21日までに AFP の認定者、これになるということが必要になってきます。そして CFP の受験資格を得るということになっていきますね。これが今年の11月の試験を受験する場合の AFP 認定の期限ということになっています。そしてこの AFP や CFP と呼ばれている FP 協会が認定している資格と国家資格との違いというのは、もう一つ資格の更新という言葉、ここに表れているんですね。 CFP や AFP は2年ごとの更新が必要ということになります。まあ、この2年ごとの更新によって、例えば倫理に関するところなどを再度学び直すということになるので、やはり即戦力としての FP であるというのがこの CFP や AFP であるということになります。これに対して国家資格である技能士資格の方には更新はありません。したがって上級資格である1級 FP であっても、その合格をした者はその後更新をすることなく生涯1級 FP であるということになっていくわけですね。この資格の更新についてですけれども、2年ごととあるように、2年間という一つの期間の中で単位の取得、これが必要になってきます。これを継続教育単位、このような言い方をしていますね。すでに AFP の方はこの継続教育単位の取得を続けているという方もいらっしゃると思いますが、2年間の間に AFP の認定者であるためには資格更新には15単位が必要になります。この15単位というのは、端的な例としては、例えば15時間の FP に関する教育、これを受けるということになっていくわけですね。そして CFP になると、 CFP 認定者としての資格更新に必要な単位数は2年間に30単位ということになります。 CFP 認定者になると、 AFP 認定者よりもより多くの単位数を必要として、その資格認定を更新をして保有を継続するということになっていきますね。この AFP の認定者の方が CFP 試験を受験するにあたって、例えば指定された講座、これを講座を受講して、そして単位の取得することもできるんですね。その講座は、それが通学か通信かによっても取得単位数は変わってきますけれども、1科目これを受講するにあたって非常に多くの単位を取得することができますから、この AFP 認定者の方が15単位の取得をするためには、講座の受講をするということも一つの方法であるということは、ここで加えておきたいと思います。この資格制度ということが、まず CFP を受験する中でまず知っておいていただきたい一つ目のポイント。で、さらにはCFP には受験要件があるということも要点として、注意点として押さえておきましょう。同じページの下のところには、この CFP のですね、ライセンス、それから会員数などの考え方が載っていますから、ここは参考資料として見ておいていただけたらば良いと思います。次は資料の2ページの方に入っていきたいと思いますけれども、まず受験する科目の選択ということが最初に出てきます。もちろんこれはまだ出願の時期に差し掛かっていなくて、そして初めて CFP の試験を受験する方にとっては、どの科目の出願をするか、つまり受験をするかということを決めていく必要がありますね。受験をする科目を決めることによって、
その科目の学習、勉強を始めていくということになっていくわけです。一方で、すでに科目合格をしている方にとっては、あとはその受験をしていない科目、これを受験するということで、ある程度絞り込みということにもなっていくと思いますし、仮にあと1科目の合格をすれば、CFP の6科目の合格になるという方は、その科目にもうここからの11月試験までの全力を注力するということになりますね。その科目選択ができるというのも、この CFP 試験の大きな特徴でありますから、やはり受験にあたっては、どの科目を受験するかということ、これをある程度考え方を持って決めるということも非常に大切になってくるんですね。2ページの方の資料を見ていきましょう。まず試験概要という一つ目の項目のところにスケジュール書かれています。まず日程ですけれども、11月の14日それから11月の21日、この2日間に11月の CFP 試験が行われます。この第2、第3という日曜日で繰り返されているというのは、ほとんど毎年のですね、試験で継続しています。そして11月ともう一つは、その年の6月、やはり日曜日第2、第3という形で試験日程が組まれているんですが、いずれも共通なのは、第1日目の3科目、第2日目の3科目、これが固定されているということなんです。第1日目で言えば、金融と不動産とライフ。第2日目で言えば、リスクとタックスと相続。これは常にこの形式で決まっているんですね。そして各科目の試験時間は120分、試験の回答形式は4択問題です。つまり4紙の中から正解紙を選んでいくというマークシートによっての回答方式ということになっていきます。各科目出題される問題数は50問になりますね。50問の問題を120分、つまり2時間で回答していくという形式を試験 CFP 試験では取っています。そしてここにもあるように、1科目ずつの受験及び合格が認められているということですから、仮に1科目ずつ受験をし合格をするということになれば、向こう3年間かけて6回の試験を受験して、すべての科目合格につなげるという方法も出てくると思います。一度合格した科目は、特に期限をなくその合格を保有することができますから、仮にそれが何年かかっても全ての科目に合格をすれば6科目合格者であるということにもちろんなっていくわけですね。ただ一つの考え方としては、やはり1回の試験日程の中で科目は1つということになると、1科目目から6科目目の合格までに非常に長い時間がかかってしまいます。そこでできれば複数科目の受験をするということが良い方法になっていきますね。じゃあその複数科目と考えたときに、何科目を受験するかということで、ここから考え方になっていきます。やはりこの科目数を選ぶにあたってはですね、試験までの間にどれぐらいの勉強をする時間、これを割くことができるかということにも関わってくるんですね。もちろん非常に学習がある程度もう整っている方は、あまり時間がなくとも6科目の受験をするということも可能だと思います。6科目の受験をするという方は、過去のデータを見てみますと、全受験者の中で 10% 程度になっているんですね。つまり6科目の受験をするというのは非常に難易度が高いという判定になっているようですから、6科目の受験をするという方は決して多くありません。さらに合格率のことを踏まえておくと、6科目を一度に出願をし受験をし、そしてその6科目が全て合格するという方は 7% から 8%、つまり 10% に満たない合格率なんです。非常に合格率を考えると低い合格率になっているようですから、6科目の一括での出願と受験ということは少し無理があるというふうに言ってもいいかもしれないですね。そこで科目選択をする複数科目ですが、一つの目安になっていくのが2科目あるいは3科目というふうに考えていきましょう。仮に3科目を受験すれば、今年の11月の試験と来年の6月の試験で6科目の受験をすることができる、6科目の合格をすることができるということで、約1年をかけての CFP 合格という計画が立っていくと思います。2科目の受験であっても、その2科目の受験を3回繰り返すことによって、2022年の11月には6科目の合格ということにもつながっていくでしょう。この2科目3科目というのが
やはり過去の受験者数のところから見ていきますと、最も多い科目選択の数ということになっているんですね。この2科目3科目を初めて受験する方にとって選択するとき、ではどの科目を選択をしていくかということを少し踏まえていきましょう。まず優先的に考えたいのは、やはり得意となる科目、ここを優先して受験をしたいところなんですね。じゃあどの科目が得意であるか、自分としてはこの科目を得意だと考える一つの目安としては、やはり2級までの受験、そして勉強の間に当然得意あるいは不得意ということが出てしまったかもしれません。そこで得意だと考えられる科目については、やはり CFP の受験でも優先的に考えたいところです。そしてこの得意な科目であることこそ、やはり勉強についてもどん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 掘り下げることができる、勉強時間も場合によっては非常に長く割くことができて、そして身につくということもやはり角度が高くなっていくと思います。つまり得意な科目をまず受験をし、モチベーションを高い状態に保って科目合格を積み重ねていくというのが一つの方法なんですね。この得意科目の選択ということをまず一つ目のポイントとして考えていただけたらいいと思います。そして二つ目の科目選択のポイントは、この科目6科目の中で日常の生活あるいは仕事という中での関わりの深いもの、これを優先的に受験するという方法もあると思います。例えば自分の仕事の中で関わっている分野が不動産であるということになれば、やはり不動産運用設計の受験ということを最初に考えるのも一つの方法だと思います。保険の業務を行っているということになれば、リスクと保険、金融機関での実務を行っているということになれば、金融資産運用設計を選択するということにもなっていくでしょう。このように実務との関連、生活や仕事との関連から科目の選択をするということも方法になっていくんですね。そしてそれによってまず科目選択したものが受験し合格をするということになると、その次の段階では残っている3科目、これはもう優先順位をつけることなく、当然勉強の掘り下げをして合格に結びつけていくということになると思います。この得意科目を選択するということと、それからもう一つは実務との関連科目を選択するということと、そして三つ目に挙げていきたいのは、このスケジュールをよく考えた当日の構成を決めるということなんですね。例えばどういうことかというと、3科目を受験をするんだけれども、この1日目の3科目だけを受験して2日目は受験しないというのは、1日目にかかっている負担が非常に高くなると思います。そこでこの2日間時間的な余裕があるのであれば、両日に分けて3科目あるいは2科目を選択した方であれば、1日目で1つ、2日目で1つということでの科目選択をするんですね。そして仮に同じ日の中で2つの科目を選択することになっても、その間に入っている科目については先に受験しないということも一つの方法かもしれません。例えば得意や実務との関連ということを少し脇に置いておくとすれば、1日目は金融とライフの受験をすると、こういう考え方をするんですね。そうすることによって、不動産は受験はしませんが、この1日目の不動産が行われている時間、この時間は余裕を持ってライフの準備あるいは休憩に充てることができると思います。これを続けてしまうと、一つの科目が終わって、そして1時間程度の休憩の後にすぐ次の科目の試験が始まります。その1時間程度の休憩というのは非常に短く感じられるところかもしれませんので、このように科目選択をする、また別の方法としては、当日のスケジュールを考えて科目と科目の間を空ける、2日目で言えばリスクと相続の受験をするということも一つの方法として考えられると思います。あるいは各日1科目ずつの人は1科目ずつをそれぞれの日の中で選んでということになっていくわけですね。この科目選択をするというのが、まず勉強を開始する段階での一つの大きな山場ということにもなっていくでしょう。そして科目選択をし、受験をする科目を決めたり、あるいはすでに科目合格をしている方にとって、
これからその科目、合格する科目を目指すにあたっては、やはり気になっていくところが過去の合格率と合格基準なんですね。ここには2020年の11月、それから2019年の11月、この2回の試験の合格率と合格の基準、これを載せてあります。2020年の6月の試験は全て中止になりましたので、ここには過去2回分ということで、このような情報になっているんですね。まず科目別の合格率です。もちろんこれは一定ではありません。一定となっているものは合格率、合格基準ともにありませんが、この中で合格の基準というところ、ここをちょっと見ていきましょう。ここに載っている2桁の数字、この2桁の数字が正解すべき問題数であったんですね。つまり問題の出題は50問です。この50問の問題の出題されたうち、例えば2020年の11月であれば、金融29問以上正解すると合格ということを表しているんです。その前の2019年の11月であれば、27問以上正解すれば合格だったということです。この金融に関して言えることは、19年の試験で考えると27問以上で合格という非常に低いところにボーダーがあるんですが、合格率は 30% に満たない。つまりこれは非常に難易度が高かった試験であるということも、この中から少し見えてくるんですね。で、それに対して他の科目の合格基準を見ていきますと、30問以上ということになっているところもあります。例えば2020年の試験でいくと、リスク、タックス、相続のところには33という数字が並んでいますね。33問以上正解すると合格であったということです。33問以上正解の合格が、相続では合格率 41.3%、 非常に高いところになっていますね。で、まあ、ここで合格基準というところの数字を見ていった中で、まあ、一つの基準ということの目安がここで見えてくると、こう考えましょう。この合格基準は2級までの FP 試験では6割ということが明らかになっていました。ただ CFP の試験では合格の基準というものはこのように一定ではありません。そこでこの数値を上回らないといけないということになるんですが、そこで一定ではないということから、どこに目安を置くかということ、ここに載っている数字をすべて見てみると、最も大きい数字は33ということになっていますね。33という数字を取れば合格ということに、この一覧表の中では見えるんですが、過去の合格基準を見ると33では難しかった、合格できなかったというところがあるかもしれません。そこで過去を振り返ってみますと、この数字が35以上になっているということは一度もないんですね。35というのは出題問題数が50ですから、ちょうど7割です。この35、つまり7割というのを、これから合格までの間、受験までの間に目指す一つの目安と考えておいてください。6割ではないんです。7割を目指すということを一つの基準として考えていっていただきたいと思います。そして35以上正解することができれば、ここに載っている表の中、それから過去のデータを遡っていっても合格できなかったということは一度もありません。そこで少し高めの基準を踏まえて、35問以上正解することができるように、これから勉強の方を仕上げていくということが必要になってくると思います。下のところには資格制度の内容をもう一度書いてあるところがあります。この資格制度については、先ほど最初のところでも触れましたから、ここでは1点だけポイントを触れておきますが、1級の学科試験についての免除という項目が一番下に書かれています。まあ、これは CFP の6科目合格をすると、1級の学科が免除になるということが決まっているんですね。1級 FP 技能士になるためには、技能士の資格試験を受ける場合には、2級合格者は1級の学科、それから1級の実技、この両方を合格することによって1級 FP になります。ただ CFP 合格者は6科目合格した際には1級学科免除、つまり1級の実技だけを合格すれば1級技能士になり得るんですね。こうすることによって CFP も6科目合格ですから、手続きを踏まえれば CFP 認定者、そして1級は実技試験の合格さえすれば1級技能士、まあ、つまり
FP 資格の上級資格の両方をこの形で得ることができるということになります。この科目選択をし、そして一定の合格の基準ということを踏まえて勉強していくという中でですね、一つの目安としてお話しておきたいのは、1科目の勉強する時間、これを分かりやすく100時間と考えてみてください。100時間というのはもちろんいろいろな勉強方法があると思いますが、これ忘れてはいけないのは、当然集中した形での100時間を設けていただきたいんですね。この100時間を少し分けていきますと、例えば1日3時間 CFP 試験のための勉強をするということを考えたときには、約1ヶ月かかって100時間ということになるんですね。1科目100時間ですから、仮に2科目の受験を考えれば200時間ということにもなるでしょう。当然そこには2級までの知識が十分とそうでないという場合があります。平均して1科目の100時間ということを考えて、その勉強時間をどこで割くかによって、やはり何科目の受験をするかということも決まっていくと思います。そしてもう一つ、 CFP の試験でやはり注意しておかなくてはいけないのは、その試験時間と問題数の関係、ここがポイントになってきます。2級までの試験だと、試験時間の中で全ての問題を十分に回答し、場合によっては確認する時間もあったという方もいらっしゃるかもしれません。ところが CFP 試験になると、50問の問題を全て回答するのに2時間では時間が不足していたという方もいるんですね。つまり問題をこれから回答していく際には、できるだけその1問に対して使う時間、回答するための時間、これを短くできるように仕上げていっていただきたいんです。そのためにはどういうことが一つの方法になっていくか、例えば問題は2級試験に比べて非常に試験問題、説例などの文章が長くなっています。その文章の長くなったものを読み取る力、これが重要になってくるんですね。例えばリスクと保険の科目で、文章だけではなくて生命保険の証券であったり、あるいは保険の約款というものがそのまま載っている問題があります。それらのページをくまなく読み取って、そして一つの問題に回答するということになると、読み取るだけで非常に長い時間がかかってしまいますから、その証券や約款の要点がどこにあるかということも、やはりこれから読み取る力を養っていっていただきたいんですね。そしてもう一つは、2級までの試験というのは、その選択肢の中に決して複雑なものはありませんでした。違った言い方をすれば、あまり問題としての意地悪な引っ掛けということは決して多くはなかったと思います。ところが CFP 試験になると、同じ4種択一の中で考えていく中で、間違いやすいところに誘導するような形の選択肢というものも中には含まれているんですね。このあたりは勉強方法として、やはりテキストを使ったインプットの際、細かいところまで、つまり隅々まで丁寧に勉強しておかないと、このような引っ掛けになって当たってしまうということ、ここに尽きるんですね。したがって細かな勉強ということもやはり必要になってくるのが、この CFP の学習ということにもなっていくと思います。資料を次の3ページの方に進めていきましょう。3ページのところですね、今度は効果的な学習方法ということです。今すでにお話してきた重複事項、あるいは重複科目ということがここにも挙げているんですが、ここの図を見るとですね、いくつかの科目にとって重複事項があるということを挙げています。ただ重複事項というのは、当然すべての科目の中で何らかの形で重なり合っているわけですから、あまり重複事項が多いところを優先して選択するということは決してなくても構わないと思います。その代わり、今お話をしたようにですね、やはりそれぞれの科目の問題の特徴、あるいはその問題説例の長いもの、これをどのような時期にどのような読み方をするか、そしてより早く要点を見つけるかということをですね、養っていっていただきたいところです。これはどの科目を選択をしても同様なものというふうに考えていいと思いますね。そしてその選択をし、科目をですね、回答していく中で、一つ問題になってくるのは計算に対する問題、これへの対応ということも必要になってくるんです。2級までの試験は学科試験と実技試験という形で分かれていて、
主に実技試験などにおいては計算をするという問題がありました。ただ CFP 試験では全て50問の4試択一、その中に計算問題も多く含まれています。つまり計算問題は文章を読む力ではなくて今度は計算をする力ということになっていきますので、その計算問題についてもより短い時間で回答できるように仕上げていかなくてはいけないんですね。仮に過去に受験をした CFP 試験が合格できなかった科目のあった方にとっては、試験時間が足りなかった、つまり回答時間が足りなかったということでの不合格という方もいるようです。これはやはり文章の読み取りであったりとか、あるいは計算対策ということをですね、より短い時間で回答できるように養っていく繰り返し、これが必要になっていくと思います。そして勉強方法のところですが、その下のところです。効率的な勉強というところをそこに挙げていますね。まず先ほど前の合格基準のページでもお話をしたように、やはり35問程度、ここを正解することによって確実な合格安全ラインというふうにも言えると思います。次に実務で重要な事項と試験で重要な事項は違うということですけれども、まあ、これはですね、実務的に関わりのある科目を選択して受験するというのが一つの方法であるということをお話ししました。ただ実務に偏りすぎるがためにですね、試験の問題と実務とのその関係性の違いでややもすると回答を間違えてしまったりとか、あるいは実務関連だから勉強があまり進んでいなくても大丈夫ではないかということになると、実際にはその実務関連と違う部分で問題が作られたりするしたりするケースもありますから、そこの重要度の違いということはやはり実務関連の試験科目を受験するときにも注意を払っておかなくてはいけないということなんですね。そして3点目は改正点です。この11月の試験の法令基準日は今年の4月1日。4月1日というのは主に税制の改正に関するところに関わってきます。社会保障などについては含めてこの法令基準日が2021年4月1日ですから、例えば2020年の10月の段階で改正されたことも含めてこの2021年の4月1日に施行されている内容、これはすべて試験の出題範囲であるということになりますね。特に税制で考えれば21年の4月施行された税制の改正の内容ということは十分に押さえておきましょう。ただこの改正についてはここで施行された内容だけではなくて、これより以前にすでに改正され、そして実際に適用されるのが2021年からになるような部分、ここも多くあるんですね。例えば改正情報だけを見ると2019年の改正の中で決まって施行されたこと、それが実際に計算の中で適用されるのは2021年から、まあ、こういう形で使われてくるケースも見受けられます。実際の試験問題はその試験の時期に合わせて、まあ、今回で言えば2021年、これを設例の中の時期として問題を設定していますから、仮に以前に改正されたことが今回の試験で初めて出題されるということも考えられるんですね。そこで直前の今年の4月の改正だけではなくて、2020年や2019年の改正内容がどうであったかということもやはり振り返っておく必要がそこには出てくると思います。それから何度も出題される項目と全く出題されない項目、当然テキストを一応に勉強していくとその効率化ということが図れなくなります。そこでこのあたりになってくると、やはり試験テクニックとしては過去の問題の中を十分に把握するということが必要になってくるんです。過去にたびたび出題されているところ、そしてインプットの中では学習はしたけれども、あまり問題としては多く取り上げられていないところ、そこの違いということを十分に区分けができるようにしておきましょう。そして過去に出題されている項目の多いところは、当然要点としては十分に理解しておかなくてはいけないですね。さらにはそこは間違えてはいけない問題であるというふうに言ってもいいと思います。一方で試験問題の50問、そこが全て回答時間が足りないということになってしまったとき、やはり問題の中を分けられる能力ということも必要です。
当然50問のすべてが難易度が高い問題とは限りません。場合によっては2級の知識で回答できる問題というものも含まれていたりします。その2級の知識で回答できる問題を何らかの点で間違えてしまうと非常にもったいないことになる。一方であまり勉強の進まなかった項目が出題されれば、そこは仮に正解ができなくても35という合格基準は取っていくことができるんではないかというふうな考え方に変えていくんですね。つまり過去の問題の中でどの部分が2級までの知識でも回答できるか、そしてどの部分があまり時間をかけなくても試験勉強しなくてももうそこは回答しなくても合格基準は取れる範囲になるかということも問題の中の分析を十分にしておくようにしたいところですね。この問題の分析というのはやはり過去問題集を使っての分析ということが非常に有用になってくると思います。もちろん講座の中ではその試験出題頻度の高いところは重点的に講座の中でお話をし、そしてまた過去問題集を使った講座の中ではその問題の解き方と同時にですね、選択肢の中でやはり引っ掛けになっているようなところの注意点ということもお話していくところがあります。ですからその講座の活用の中では効率的な勉強ということもまた掴んでいくことができるのではないかと思いますね。その講座の内容についてこの資料の次のところに載っていますので簡単に見ておきましょう。まずインプットの講座としては受験対策講座というものがあります。要点テキストというテキストを使ってインプットをしていきます。もちろん多くの要点がこの中に載っているんですが、さらにその中でどこが試験問題の中の品質事項であるのかということを十分に掘り下げてこの受験対策講座を進めていきます。この受験対策講座は1科目12時間の講義です。4回に分かれていて1回の講義が3時間という中での合計すると12時間でのインプット講義を行うということになります。そしてもう一つの講座が実践演習講座です。この実践演習講座は過去問題の解説に要点を置いています。特に直前の試験の問題集を使ったアウトプットをしていきます。アウトプットといっても実際の試験問題の回答方法の解説をしていきますね。直前の試験問題ですから今回の講座では2021年の6月出題されたその問題集を活用して実践演習講座を行うということになります。この実践演習講座も1回の講義時間は3時間、そしてそれを2回行いますから1科目6時間の講義ということになっていきます。そして本試験を想定した形での模擬試験ですね。科目別に模擬試験ということを実施していますから、この模擬試験の段階ではやはり35問以上の正解ができるような形でのその実力、これを確認するということでぜひ模擬試験の活用もしていっていただけたら良いと思います。次に資料の4ページの方を見ていきましょう。まず4ページの上のところではこの AFP 認定者あるいは CFP 認定者としての AFP としての業務、これの考え方をまとめていますね。FP というのは非常に守備範囲が広い資格であるということも言えると思いますから、仮に相談業務に関わらず他資格との関連などの中でのビジネスということが開けていくことになると思います。そして4ページの下のところでは CFP の認定制度について、6科目の合格をした後 CFP の認定者になっていくためにはこの認定制度、これをですね、受けていく必要があります。その認定制度の中の一つ目がエントリー研修、これは e ラーニングによる受講ということになっていますので、一定の決められた研修を受講するということによってまず一つの認定を受ける、認定制度の一つ目、これを完結することができます。そして二つ目が実務経験です。通算で3年間の実務経験、この実務経験というのはそこにもあるように FP の6ステップ、この中に関わっている経験を実務経験としていますね。例えば相談を受けるということなどが具体的な例として挙げられると思います。そしてこの3年間の通算の経験というのは6科目の合格前からということになっていますから、やはりもう今の段階でこのような実務経験を積むということが CFP 認定者になるためには必要になってくるんですね。そしてこの実務経験の有無あるいはその内容については
研修などの段階で申請書として提出することが必要になってきます。仮にこの実務経験というものがないとすることができないということになってしまうと、その実務経験に変える形でのまた別の研修、これを受講することによって実務経験を得るということにもなっていきます。これらの手続きを踏んで、そしてその前提としては6科目に合格していた上で CFP の認定者ということにつながっていくわけですね。この CFP の試験、やはり上級資格になりますから、当然難易度が高い問題も多く含まれています。ただその勉強方法によっては科目合格をすることもできて、そして計画を立てることによってはCFP の合格者、そして認定者になることは決して難しい内容ではないと思います。今お話をしてきたように、まずは受験をするためのその方法ということ、合格をするためにはどういうことを行っていけばよいかということをまず計画立てて、その計画はスケジュールであったり科目の選択かもしれません。そして科目の選択をし学習を重ねていけば、今度はそのどういう問題が対策の中で必要かということを十分に抑えていけば、この合格に向けてですね、学習を積み重ねて、そして合格することは決して難しくないと思います。まずこの11月の試験が初めての CFP の受験だという方もいると思いますし、ここで最後の科目の合格という方もいると思います。試験までの時間、必ずしも長くないという方もいると思いますけれども、今できることをして、そして CFP の合格ということを目指して学習を積み重ねていっていただきたいと思います。それでは CFP のガイダンスを終わります。